貧しい人へのクリスマスプレゼントナチスドイツにおけるクリスマスはナチ党のイデオロギーと整合させるための努力の賜物であった。ユダヤの羊を持つユダヤ人の救世主イエスの誕生を記念する行事であるクリスマスはナチスの人種主義と折り合いをつけるのが困難な催しであった。そのため1933年から1945年まで政府当局は 民間行事としてのクリスマスからそうした宗教的側面を排除し、キリスト教の出現以前から催されてきたドイツ伝統の祝祭であることを強調しようとした。その流れの中で賛美歌の歌詞やクリスマスの飾り付けは世俗化されたが、教会や家庭における祝われ方は本来のキリスト教的な様式のままであった。ドイツ人にとってのキリスト教は古くからその主たる信仰であり、 6世紀から8世紀のコルンバヌスとセーボニファティウスの殿堂にまで遡る。しかしナチスドイツが望んだのはドイツ人の主観を民族共同体に対するひたむきで従順なものに変えることだった。ウィリアム・エル・シャイラーによればローゼンベルク、ボルマン、ヒムラーの指導のもとでナチ政権はドイツにおけるキリスト教を破壊し、 それ以前の土着的なドイツの神という古い異教とナチス過激派の侵攻するヒトラーという新しい異教とに置き換えようとしていた。1921年にヒトラーが4000人の党員を前にミュンヘンのビアホールでスピーチを行ったが、これは初期のナチスによるクリスマス行事でもあった。身分を伏せていた警察担当記者が書いているようにヒトラーは 十字架にかけられた世界の解放者と縁が切れない臆病なユダヤ人どもを糾断し、ユダヤ人が打ち砕かれて地に伏せるまで歩みを止めないと誓うとホールには喝采が上がった。そして聴衆はクリスマスツリーの周りで賛美歌や国歌を称える歌を歌い、スピーチに参加した労働者階級にはプレゼントが配られた。 ナチスが九百三十三年に権力を掌握すると、その信奉者たちは、ドイツ人が伝統的に催してきたクリスマスを拒絶し、冬の祭り、ジュラフィストと解消するともに、当時のお祭りとして、そのドイツ的な起源を剣伝した。しかし、ドイツ人のほとんどにとって、祝祭のキリスト教的な様式は保たれ、とりわけ教会はクリスマスからキリストを排除することに、猛反発したため、 その内部で、キリスト教的な伝統は維持された。ナチスのブレーンは、クリスマスにおけるキリスト教的な要素は広大に古代、ドイツの伝統に重ね合わされたものだと主張した。その理論によると、クリスマスイブはもともと、イエス・キリストの誕生とは、無関係であり、当時と太陽の復活を祝う習慣であった。またサンタクロースは、ドイツ、ゲルマンの、 神オーディンのキリスト教的解釈とされた。従って、クリスマスのポスターに描かれるのは、クリスマスすなわち、当時の男であるオーディンであり、そのイメージは、大しい白馬にまたがり、豊かな灰色の髭を蓄え、スローチハットをかぶり、プレゼントの詰まった袋を背負う姿だった。イメージの修正は、マグサオケにも、および、木でできた鹿やウサギのおもちゃが置かれた庭のイメージに、 置き換えられ、マリアとイエスは、金髪の母子として描かれた。クリスマスツリーも、改変の例外ではなかった。伝統的なクリストバウムも、修正の対象となった。清この夜の歌詞は改変され、神やキリスト、信仰についての歌ではなくなった。聖歌我らに時が来たレデの歌詞もイエスに関わる要素が、なくなった。ドイツでは、 終戦後も、この改変されたバージョンがしばらく歌われていた。ナチスの宣伝したクリスマスキャロルとして、最も有名なのが、天高く星輝く夜である。この歌は、伝統的なキリスト教的テーマが、ドイツの人種イデオロギーに置き換えられているのだが、むしろナチスドイツの崩壊後に有名になり、1950年代に入ると定期的に合唱されるようになり、 現代に入っても時々曲目に入れられた。またヒムラーは感謝の印としてよく親衛隊員にドイツの装飾的な食材であるユールランタンを送った。この食材の一部はダッハウ強制収容所で作られていた。主婦は子供たちのために鳥や車輪、十字架の形をしたビスケットを焼くことが奨励された。クリスマス週間に合わせて店の目録には チョコレートでできた新衛隊の兵士やおもちゃの戦車、戦闘機、機関銃が並んだ。クリスマスを祝う国民突撃隊の隊員1944年、五郎には当局は戦争そのものに力を注ぐようになり、クリスマスからキリスト教の影響を排除しようという動きは弱まった。またその頃、民間におけるクリスマスのお祝いは、 ドイツの戦死者を追悼する日の式典ともなっていた。多くのドイツ人はナチスによるクリスマスの再定義を受け入れていたが、一部にはそれに反対する声も上がっていたとされる。国家社会主義女性同盟 NSF の資料によれば、宗教行事の影響力を削ぐために、プロパガンダがあまりに激しくなり、強い疑念と不満につながりかねないほどストレスが高まっているとある。 この報告に上がった神父もクリスマスの最定義に反対する人間の一人であった。デュッセルドルフの神父たちはクリスマスを女性の同好会への参加を奨励するために利用していた。カトリックの神父は NSF に入党した女性を破門すると脅していたし、NSF の模様したクリスマスの行事をボイコットする信仰に熱い女性たちもいた。ありがとうございます。